考書メソッド。参考書の効果的な使い方を紹介する参考書メソッド。こんにちは、マナビズムの矢沢です。今回紹介する参考書はこちら、山村由美子図解古文読解講義の実況中継です。この参考書の収録されている章の数は第1章の主語発見法から始まり、全てで7章になっています。習熟期間の目安はだいたい1ヶ月から2ヶ月です。1週間に 1,2 章で進めていってください。この参考書の特徴は何といっても技85です。この技85というのは、山村先生が今までの入試のデータを分析して、で受験生にもその技85を習得してもらって、自分でできるようになってもらったら古文の文章が読めるようになって解けるようになるっていう、その公式を85個にまとめたものなんですね。なのでこの参考書を使う場合は技85を自分で習得していくっていうのがメインになってきます。しかも巻末の付録に読解の技チェックリスト、用言活用表、助動詞一覧表、助詞一覧表、主な敬語動詞一覧表、主な文法の識別一覧表がついていて、古文の細かいところまでカバーしてくれている参考書になってます。それではこの参考書の使い方に入っていきます。まずは1章から順々に読んでいくようにしてください。この参考書はね、古文単語が終わって古典文法もある程度固まった状態でやる参考書になるんですけど、これを読んだ後に読解の演習に入っていくんですね。で、単語と文法を覚えただけではスラスラ読んでいけるように古文ってならない。そのためのツールとして技85を覚えていくっていう形なんです。具体的にはね、わがおにとかの助詞を補ったりだとか、敬語による主客判別の方法を学んでいきます。特に集中して読んでほしいのが2章の人物整理法で、やっぱり古文の文章が読みにくい理由って、誰が誰にやってるかっていうのがよくわからないっていうところなんですね。それを導き出すためにどういう風にやっていくかっていうのが特に1章2章とかで書かれています。少し注意点を挙げるとすれば、この参考書は古文読解のテクニックを学ぶための参考書で、これを読んだだけでスラスラ読んでいけるようになるっていうわけじゃないんですね。で、どういう風にスラスラ読んでいけるようになるかって言ったら、もちろんこの山村由美子先生の参考書をやって、何度も何度もそれを演習して、また立ち戻って、演習して立ち戻って、何回もやって技85が自分で文章の中で体現できるようになって初めて読めるようになっていくわけです。なので、あくまで古文単語、古典文法と読解の間に挟まってる橋渡し的な参考書になってますんで、必ずアウトプットを積んでいくように心がけてください。それでは山村由美子図解古文読解講義の実況中継の使い方の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。